体が罪悔いかしてなかったら救えると思うよ。仕事持っていけ。うわあ。わ、来たぞ。ネガセリオンを倒したか。え、何だがって。なんだよ、倒したから褒めてくれてもいいだろうに。その戦いぶりでは不合格だ。やはりまだ私たちには及ばない。なんでここまで来いつって来たのに、来たのに落第点ですか。悲しいよ。なり損ないの中では相当まともなお前たちですね。私が本来の力を使えばこのざまだ。辛辣評価。私とお前たちの力の差が真なる世界と今の世界の差だと知るんだな。落ちたから落ちたから落ちたから落第点もらっちゃった。アリゼ、お前ベジータか。確かにあなたの世界より不出来かもしれないけどね。アリゼ、鉄砲玉だなお前。アリゼ、無理すんな。それでもここで生きたいと、生きたかったとあがいていた人がいた。はい、そうですかって手放したりできないのよ。でも意外とエメちゃんの反撃が優しい。そう思うの私だけ。茶番だよ、その人生何もかも。共存世界はもちろん、未だ統合途中の原初世界も、真なる世界を知る者からすれば抱きすべきまがいものだ。行きたい？バカバカしい。お前たちなんて満足な命も持たないくせに。なんだよ満足な命って。我々にはそんなこともわかんねえよ。アリゼかっこいいな本当に。君がそうして否定するなら、私たちは何度でも立ち上がり、力を言葉を尽くそう。さすが、さすがだよ暁のリーダー。生きるとはそうやって行いを積み重ねていくことだ。命の形で定められるものではない。かっこよすぎる。スクショ、スクショ。もう主人公の座はお前に明け渡す。アルイノー。よく言う。だよ、お前は何者でもないんだから。はあ、世界は私たちが取り戻す。お前たちの歴史はどこにつながることもない。
英雄なんていなかったのさ。くー、行け、うちの子よ、進め。仲間がやられっぱなしで黙っちゃいられねえ。壊れかけが。あ、ウリちゃん。ああ、かっこいい。あなたの言う通り、私たちの紡ぐ歴史もいつかは途絶え消えゆくのかもしれないけれどね。それは今を諦める理由にはならないのよ。かっこいいお姉さん。そうして歩みを進めるうちに、先で待つ誰かのもとへたどり着くこともありましょう。いや、なんかウリちゃんとヤシトラのこのサポートすげえ頼りになるわ。ここ自分と重ねて、そうだよね、あがいてるのはエメオジモだし、ここで自分と同じ存在だと認めたら世界を統合する言い訳が消えちゃう。そうだよね。その前にアルフィノも、あの、私たちは同じ目標を掲げているはずなんだって言ってて、それがなんかね、時代が違う、見てる矛先の時代が違うだけっていう話なんだよね、多分ね。未来か過去かっていうところで、自分の今までの人生そう否定しちゃうのは多分なんだろう。でもさ、なんか前にもともと人間界においてさ、自分もちょっと今のやつらを知ろうと思って潜伏してみたみたいなあったやん。歩み寄ろうとはしたけどやっぱり俺の知ってるあいつらはこんな過当な生物と違えんだよなって、もっとみんないいやつだったんだよっていうこともあるからね。なんかもう背負っちゃったんだなって私は思っている。進めますか。未来へ継がれることを望んでいるのはあなたも同じではないのですか。そうだ、その未来に対してどう思うかよ。本当に、ダメなの、この回答ダメなの、不正解。なり損ないごときが私たちの願いを語るな。怒った。わからないやつだな。今さらそんな風に抗って何になる。もう背負っちゃったから、エミちゃんはもうそういうところの話したらもう進まんくなるから考えないようにしてる。お前はもう戦えない、戦う目的がない、お前の冒険はここで終わる。それ見ろ、光の暴走の再会だ。頑張れ。いや、マジでヒーローショーの最後のさ、頑張れって応援してる気持ちすげえわかる。トレーラーのグレムリンが喋ってたのはこのメットセレクツ。ああ、お前はもう戦えない、戦う目的がない、けけけ、お前の武器はここで終わるみたいな言ってたね。なるほどね。非常に大きなメッセージちゅうことですね。エリンギの冒険は終わってしまった。いや、終わらないよ。そうだろう、それが光の選手なんだろう。さあ委ねろ、化け物になり果てるがいい。負けない。私たちから奪った世界でのさばってきた罪深き連中をお前が喰らい尽くすのだ。そうはならないで。そう、サンクちゃん存在。そうだ、この二人がいる。うわあ、それはお願い、負けないで。それは致命的すぎる。
あ、赤いやつ、これトラウマのやつ。え、アルバート、なあ、と一歩進む力があったらこの世界を、アルバート、全ての世界を救えるか。そうなのかな。ポジティブでいくかネガティブでいくか、この体が積み食い化してなかったら救えると思うよ。仕事持っていけ。うわー、世界はまだ終わらせない。冒険はどこまでだって続いていく。なぜそこに？アルバート、かっこよすぎるだろ。違う、あいつじゃない。ただのなり損ないだ。それが一人立ち上がったところで何になる？いや、一人にはさせないさ。してきただと、愚かな、死んでもおかしくなかったはずだ。逆だよ、このままじゃ死にきれないから這い出してきたんだ。さあ、時空を超えてきたれ。ひとたび我らに力を貸したまえ。彼方の勇士、まれなる強者たちよ。おのれ、どいつもこいつも諦めの悪い。望むなら最後の裁定だ。勝者の歴史が続き、負けた方は反逆者として名を記される。この星の物語における悪役がどちらか決めようじゃないか。我は真なる人にしてエメトセルクの座につきし者。暗きに眠る同胞がため、世界を奪い返す者なり。ハーデス、
ゃんとこの曲続くのすげえいい演出っていうかあーちょっと一回落ち着かないと演出が熱すぎる、熱すぎるよ、うわー今までで一番なんかすごい来てるかも、アルバートが、まさかさアルバートとさマジでさもうそのグレン時のさあの本当に第一印象悪い嫌なやつからさまさかこんな一緒に戦うやつなんて思ってもないからグッときちゃうよね、もう、本当少女漫画の気分だよ、嫌なやつってあいつ嫌なやつって本当印象悪かったのに嫌だ好きって本当にダメだ、考えれば考えるほどまたちょっとグッときちゃったよ、ちょっとお水を飲んで落ち着かせます、大丈夫なはず、行きましょう、皆様よろしくお願いします、やってやるよ。